アルジャンタは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、コレーズ圏の旧コミューン。2017年1月1日、サンバジルドラ・ロッシュと合併し、アルジャンタシュルドルドーニュとなった。中央高地に位置する、ドルドーニュ川に、支流のマロンヌ川が合流する地点にある。不当ドルドーニュをゆくクルペアルジャンタの町は、深い渓谷を荒々しく流れてきたドルドーニュ川の、ほとり、リムーザン ケルシー、オーベルニュの三つの地方の境界線上にある。この地理的な位置が街を興味深いものにしている。ドルドーニュ川を航行する一方で、ベルジュラックやリブルヌとの水上交通を行う重要な川港なのである。ガリア時代から近くの丘の上に腰掛けるよう村はあり、ピュイルトゥールはアルモリカと地中海とを結ぶ原フミ時代時代の運河を制御していた。そして、 ガロローマ時代のビルだが、ドルドーニュ川に近いロングールで根を下ろした。メロビング町時代、高価の鋳造を行う工房があり、貿易が促進された。カロリング町時代には除人司祭が村に置かれ、伯爵の権限の下で、聖職者が司法を管理する一地方となった。10世紀以降のアルジャンタは、城壁都市にある、小修道院と司祭館で知られるようになった。町は、 宗教上の領主であるカラナックの修道院長、世俗の君主であるチュレンヌ施策とに依存していた。ケチなチュレンヌ施策は、検証も自由のいずれも付与せず、1615年まで教区の住民代表者が管理をしていた。しかし、チュレンヌ施策は1263年に町に譲歩している。聖アンドレの日に行われる重要な死は、 デイリムーザン地方最古の死だと言われてきたのである。ユグノーに味方したアルジャンタは、半世紀の間より多くの困難な状況に置かれた。17世紀、対抗改革と共に、レコレ会、1633年頃のクラディス会、1637年頃のユルシュリーヌ会といった、修道会がアルジャンタにやってきて、イサ会は次第に収まっていった。 1738年に、チュレンの死者苦が、王領に併合されると、アルジャンタは、リモージの地方長官から権限を委託された、代表部が置かれた。18世紀から19世紀、町は目を見張るような経済成長を遂げた。地元では、クルペの名で呼ばれる、貨物船を使って、ボルドー周辺へ運搬した船乗りたちによって、富がもたらされた。 この経済活動は19世紀後半にブドウ畑を襲ったフィロキセラ流行と1904年にチュールとアルジャンタを結ぶ PO コレーズ鉄道が開業したことで衰えた。参照元1999年までイヘス2004年以降 INSEE アルジャンタのレストルジーフ島と 美しく修繕された家々が描かれた4.4フランキッテが1994年6月18日に発行された。ありがとうございます。